続きましてこちら、いつものパンがあなたを殺す、脳を一生老化させない食事、みんな大好きパンパスタシリアルの真実。著者は医学博士デイビッド・パールマターさん、訳は順天堂大学大学院教授の白沢拓司先生です。肥満、糖尿病、アルツハイマー病、心の病気、4週間で脳からリフレッシュする驚異のプログラムという本です。こちらのデイビッド・パールマター先生は神経科医、米国栄養学会会員、炭水化物と糖質が人間の脳に及ぼす悪影響について新たな見解を述べた本書は全世界で驚きを持って読まれ、次々とベストセラーリスト入りを果たした。こちらの白沢拓司先生は順天堂大学大学院医学研究科加齢制御医学講座教授。こちらの書籍の内容は、脳にとって一番のリスクは何か、間違いだらけの食事、脳は炭水化物でダメージを受けている、頭の中で何が起きているのか、頭の中に炎症が起きている、アルツハイマー病は3型糖尿病なのか、静かに脳が燃えていくという恐怖、炎症が大脳に達するとき、あなたの運命を変えるために、食べ物をとろりとさせふわふわにするタンパク質の恐怖、体の中にネバネバした塗りのようなものが残る、グルテンは脳に影響を与える、現代の多くの食べ物に含まれるグルテンの罪、バナナ、チョコレート、砂糖より怖いもの、炭水化物中毒や脂肪恐怖症に陥っていないか、グルテンだけが悪役ではない、間違っていた真実、コレステロールが下がれば健康で長生きできる、間違っていた真実、動物性脂肪が多い食事で動脈が詰まる、脳も体も食事からの脂肪を必要としている、脳の重さの5分の1はコレステロールである、コレステロール低下薬スタチンが何を引き起こしているか、脳を糖でベトベトにするな、週末糖化産物 AGE とは、年齢不相応に老化している人、脳にダメージを与えたくないなら糖化を防げ、内臓脂肪はそれ自体が悪い炎症を起こす、腹部が大きい人ほど脳の会話は小さい、心の病も頭痛も食事を変えれば治っていく、認知症だけではないグルテンの悪影響、食事を変えて1週間で現れる変化、お腹の脂肪が頭痛を悪化させている、脳の健康と機能を理想的に保つ食事、運動、睡眠、最良の脳のための食習慣とサプリメント、断食が脳をより明晰にする、カロリーを何パーセント減らせば脳にいいのか、今注目のケトン食療法について、脳の働きを高めるサプリメントベスト7、最良の脳のための運動、最良の脳のための熟睡、実践アドバイス、何を食べればいいのか。こちらの本はですね、アメリカの先生から見たグルテンの危険性や糖質、そして脳との関係、そのようなことが書かれています。非常にこちらもですね、読みやすい本で、脳の調子を高めたいという方にはですね、とってもおすすめの本です。食事、何を食べるかで脳の調子がこれだけ変わるのかというのはですね、実践された方はですね、もう楽しくてやめられないと思います。続きましてこちらは、2週間で効果が出る白沢式ケトン食事法という本です。老化防止、ダイエット、集中力アップ、肉もお酒も OK です。働き盛りのあなたに守ってほしい、たったこれだけのこと、おすすめ外食メニュー付きということで、こちらはですね、ビジネスマンの方、働かれている女性に読んでほしい一冊です。こちらはですね、ケトン体回路のスイッチをオンしよう、仕事の集中力が途切れない、抜群のダイエット効果、老化防止、病気予防、長寿で元気、アルツハイマー病の予防に役立つ、睡眠のリズムが良くなる、忙しい現代人にぴったりとあります。こちらの内容は、糖分に依存している現代のビジネスマン、ラーメンライス、立ち食いそばの常食が糖分過剰にさせる、なぜ糖分が多いと問題なのか、炭水化物は糖分の主役になっている、ケトン体質でビジネスパフォーマンスがアップする、ケトン体をアップさせれば全てがうまくいく、糖質依存症になっているビジネスマン、会議中、仕事中に眠くなるのはビジネス上の損失、外科医が立ちっぱなしで10時間以上の手術ができる理由、炭水化物、糖質を抜けば1日15時間働ける、睡眠時間短縮でビジネスのパフォーマンスが急上昇する。ケトン体質とはどういうことか、グリコーゲンを使わないでエネルギーを作る、
糖質は必要だが取る必要はない。ケトン体回路のスイッチが入るまで 2,3 時間必要。糖質摂取を我慢できない砂糖中毒の現代人。インスリンを分泌させないケトン食。全てはインスリンの過剰分泌が原因だった。ケトン体質になるとこれだけのメリットが生まれる。仕事の集中力が途切れない。抜群のダイエット効果。老化防止、病気予防に最適な白沢式ケトン食事法。長寿で元気な人に糖尿病はない。アルツハイマー病の予防にも役立つ白沢式ケトン食事法。実践、外食2週間コースでケトン体質になる。腹7部が最高の健康法。2週間でケトン体回路のスイッチを入れる方法。砂糖中毒から抜け出すのは朝ジュースしかない。昼食を食べる時のポイント。夕食を食べる時のポイント。アルコールは飲んでも構わない。取ってはいけない食べ物。こちらですね、忙しいビジネスマンの昼食はコンビニ弁当、ファストフード、定食、立ち食いそばが大半を占めています。学生の頃から定番になっているのはラーメンライス、カレーライス、チャーハン、しかもご飯大盛り。今ではラーメン屋はご飯のサービスが当たり前。働き盛りのビジネスマンや学生は無料だから必ずライスを注文してしまいます。塩分、油たっぷりで出汁のグルタミン酸がよく出ていますので、ご飯を食べるのには最高の組み合わせです。ついついラーメンのスープまで飲み干してしまいます。この昼食はイエローカードの1枚目です。なぜかと言いますと、麺とご飯は炭水化物。炭水化物を置かずに炭水化物を食べていることになるのです。最近は30代のビジネスマンでもお腹がぽっこり出ている人が珍しくありません。それは朝食に牛丼店などで卵かけご飯や納豆定食をかき込んで出勤し、お昼になって大盛りカレーやダブル炭水化物というメニューを続けているからです。ということで、私もですね、たまに日中ちょっとお腹減ったなと思ったりして、コンビニを見てみたりカフェを見たり飲食店見たりするんですけれども、目に映るものが全て炭水化物なので、結局はですね、炭酸水などで済ませて何も食べないというようなことも多いです。特に会社員の方などで昼食の時間が決まっていて、しかもみんなで一緒に行かなければならないということもありますよね。そうしますと皆さんに合わせなければならないので、食事のコントロールって少し難しくなってしまうかもしれません。皆さんと一緒に昼食に行かれた際はですね、ご飯、パン、麺類などそういった主食はですね、ご自身はちょっと外していただいて、おかずを中心としてランチを選んでいただければいいかなと思います。ただこれは可能な方はなんですけれども、私が会社員だった時には昼食の時間というのはみんな同じなので、ビルの中にある食堂に行ったりですとか、近くにはランチができるお店もたくさんありましたし、もちろんお弁当を売っているお店もありましたし、お弁当を持ってきている方もいらっしゃいました。で、私が思ったのは、そのランチの時に同僚の皆さん、先輩たちと何を会話しているか話しているかというところで、だんだんとですね、この1時間に何か意味があるのかなって感じることがありました。ランチに一緒に行くということはそれなりにお金もかかります。で、その中で話している内容は身のある内容なのか、もっと前向きな内容なのか、どうなのかなと思った時に、昨晩やっていたスポーツの話だったり、テレビの話、今会社ってあまり良くないよねっていうようなちょっとした愚痴だったり、そういった時間になっていたような気がします。その時間にお金を払って、ニコニコ話を聞いて炭水化物を取ってお腹いっぱいになって戻ってきて、なんとなく気だるい時間を昼から夕方まで過ごすということは、私にとってあまりプラスにならないなと思ったので、結果的に一人でデスクで自分が持ってきたスープジャーだったりちょっとしたものをお昼に軽く食べて、でその間はパソコンや本を読んだりして調べ物をして、そういう時間に当てました。ですので、なかなかこういう環境をご自身で変えるということが難しかったり、周りの目もありますので、それができるかできないかというのは簡単な話ではないかもしれないんですけれども、もし可能であれば、その大事な1時間というのを自分に費やすことによって、食事のコントロールもできますし、楽しい、もしかしたらゲームをする時間なのか、ちょっとした調べ物をする時間なのか、勉強する時間なのか、そういったものに充てることもできるのではないかなと思います。